ポンちゃん。ネズちゃん尻尾でなんかチョコちゃんに噛まれた、うん、穏やかな日になったね。そうだね。なんかすっかりポンちゃんがリラックスしてるもの。ポンちゃんリラックス、ポンポンリラックス、ポンちゃんリラックスです。いいね、ポンちゃん。ジャン君に普通に甘えられるようになったしね。よかったね、ポンちゃん。はい、うちを卒業したニニャン子もみんな幸せになっていそうだし、うん、お気に入りうちも静かになったし。うちはね、いいですね。元のジャンポンがおとなしい子たちだからね。さあ、出ましょうか。はい、どうぞ。はい、遊んでおいて。ちゃんもおいで。もうなんかもっぱらシオンくんはこういう甘え方に変わっちゃったね。シオンくん、あんなにわーって走ってたのはチャコちゃんが言ったせいなんだね。そうね、だいたい煽られて走り回ってただけなのか。遊び好きだったら君はまた走るのかな。うん、遊び好きだけど、やんないよ、まだ完全に外出てないからね。そうじゃない、始まるかも。
どうしようかなって考えた。絡まりました。アンズちゃん、はい、アンズちゃんにはこれだ。はい、アンズちゃん、どっちでご飯食べますか？そこでいいですか？はい、来るよ。アンズちゃん、おいしいおやついかがですか？
まだ気がついてない。また遊びたいのかな。レッツだよ、何に置く？ここに置くなら、ベッド綺麗にした方がいいね。あとで、これ綺麗に。こちらどれかな。じゃあ、ここが遊びに夢中の子になってきたな。上にあるの、わかりますか？でも、どうする？上じゃなくてさ、こっちのケーキでもどっちでもいいんだよ。ボールちゃんを好きにしてください。ほら、上げちゃう。あれ、お腹空いてないのかな。ボールちゃんどうぞ。こっちだよ、ウリちゃん。はい、うん、ウリちゃん、ここだよ、ウリちゃん。いや、遊びでいいですか。ちっちゃんまだ遊びでいい。ウリちゃん、一旦ここ閉めましょうか。もうちょっと後で見てくれ。はい、ここね。あ、倒しちゃった。うん、行こう。なので、こっち。